せーの。はい、皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆかです。今日は夏に必須の崩れにくいベースメイクっていうのをお見せしていこうと思います。結構研究に研究を重ねてここまで崩れにくいメイク発見できたので、すごい簡単なんですけど、ちょっとした違いで結構崩れにくくなったりするので、それを早速見ていこうと思います。それではレッツゴー。今起きて間もないのですごい声がこもってる。すごい。とりあえず最初に使っていくのは The Face Shop の Natural Sun Echo の SPF40 のタイプ、こちらの日焼け止めになります。 PA は 3+。 もうね、もうなくなっちゃうんだけど、これね、顔につけるの私すごい厚手のものとかこうベタベタするのってダメなんですよね、私。なのでこういう、あったあった、めっちゃ思います。すんちゃんのファッションチェックが入りました。これはムラのないようにまんべんなく塗っていきます。本当にね、これは重くなくてね、好きなんですよね。で、首にも忘れずに塗ってあげましょうね。はい、日焼け止めだけだとこんな感じなんですけど、そしたらね、一回このハニュルの、この間も紹介したこのハニュルのミストでシュッシュってやっていきます。余分のミストを、余分の油分とかをこのティッシュで押さえていきます。崩れないメイクのポイントはやっぱりいかに油分とかがこう浮かないようにするかっていうのが多分大事だと思うんですね。そしたら最近あんまりね、コンシーラーを使ってなくて、コンシーラーじゃなくてこのカラーコレクティング、この間の動画にも出てきたものです。イニスフリーのカラーコレクティングの3番のクリームパープルのお色を、前だけ口頭だけで言っちゃったので、どうやって塗るかっていうと、このところとか影が気になる部分に、ちょっと明るくさせたい部分に塗っていきます。じゃあこんな感じ。そうしたらね、ちょっと待ってて、今冷蔵庫で冷やしてあるスキンフードのパフを持ってきます。はい、まあ、ヒヤヒヤ感が伝わったら嬉しいんですけど、この冷えてるスポンジで押さえていきます。で、冷やしてるのをね、使ってから分かったんですけど、冷やしてるのを使ってるのと使ってないのとでの崩れにくさが本当に目に見えるように違いました。この辺のニキビはいつ治るんだろう。なんか悪くはなんないんだけど、そのまま いるって感じ。感じでちょっとこう色を整えていきます。そしたらね、私がおすすめしているジオールジオアルマーニのパワーファブリック3番の色です。これはね、もうめちゃめちゃ登場してエスコスにも入ってるからね。でもこれね、崩れにくいんだわ。クッションだとやっぱりね、よれちゃうことが多いんですよね。これをまんべんなくポン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 で、この冷えてる感じでポンポンポンと叩いていきます。なんかね、密着度が違うっていうのかな、やっぱり。で、特に最近暑いじゃないですか。なのでこれ冷やすのも大事なんですけど、あんまりお顔をね、じゃあ顔を冷やせばいいじゃんって言って、こう冷たい水に浸してから化粧をすると赤みがかったりしちゃうそうなので、この辺は気をつけて、スポンジが一番ベストだそうです。首にも塗ってあげて、すごい。もっと実際に見せてあげたいんですけど、見えるかな。なんかしっかりピタッと肌にくっついてる感じ
っていうのがね、やっぱり冷やすと違うんですよね。で、ここで一応この状態を抑えていくためにパウダーをのせていきます。で、これはポニーエフェクト7月のお気に入りに出てたものです。まあベイビーパウダーでも構わないんですけど、なんかね、化粧崩れっていう意味ではこっちの方が持ちが良かったなっていうイメージです。で、あまり全体に塗るっていうよりも本当に T ゾーンとかをキュッキュッキュッって押していく感じです。やっぱりこの辺は私はツヤを出したいので、この程度がいいかなと思います。なので本当にパウダーが減らないのねはい、それでは最近あんまりね、あのハイライターとか入れてないんですけど、ハイライターを買わないとなと思ってます。これイニスフリーのおなじみすぎておなじみなんですけど、フェイスシマリングデュオ1番の色です。手でね、この明るい色を最近この辺に塗っています。ハイライターをっていうのはあまり崩れにくいメイクじゃないですか。なので、あまり余ったのだけ、ローライトは入れません。一応こんな感じのベースメイクはこうなんですけど、まあ顔を完成させていくと、この間7月のお気に入りの購入品でかな、紹介したカシオのアイブローチップトリックパウダータイプのものです。こうなってるので、これで描いていくわけです。で、持ちはかなり良かったです。これもまあなぞっていくだけなので、はい、こんな感じになります。そしたらいつも通りケイトのアイブロウカラーでマスカラをしていきます。今日はね、おっぱの親友のトルチャンチっていうね、日本だと何になるんだろう、子供が1歳になった時に、まあ、こうイベントみたいなのがあるんですけど、それが行われるので今から行ってきます。その後に今日はポールの授業というかレッスンなので、やっぱり崩れにくいメイクっていうのはしたかったので、ちょうどよかったです。ベースメイクのここまでやりましょうか。チークまでやろうかな。で、どういう風にグラデーションするのかっていうのを教えていこうと思います。まずこういう風にポンポンってチークしたら、こう広がりすぎないように伸ばしていきます。このここを意識して、この丸を意識して、そしたらね、やっぱりチークも崩れにくく持たせるために、パウダータイプとリキッドタイプっていうのを重ねていくんですけども、同じ色だとやっぱりつまらないので、このイニスフリーのマイブラシャー14番の色を前と後ろを重ねる感じでグラデーションをしていきます。うん、こんな感じ。そうするとね、結構チークの持ちも良くなるので、この方法は気に入ってます。あとはまあ目とリップだけやれば完成って感じなんですけど、一応今日は崩れにくいベースメイクなので、こんな感じの崩れにくいベースメイクになってます。うん、いい感じになった。すごいね、満足こんな感じです。それでは今日も最後まで見ていただいて、ちょっと顔まだ薄いですけどありがとうございました。はい、それでは皆さん楽しんでいただけたでしょうか。今日の崩れないメイクを参考に、この夏も楽しんでイベントや遊びに行ったりしてみてください。それではインスタグラムとツイッターのフォローもお願いします。チャンネル登録もお願いします。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョン。